ナポリと女と泥棒たちは、1966年、制作、公開、D のリージ監督による、イタリア・フランス・西ドイツ合作映画である、イタリア式コメディの一作。本作は、1966年に、イタリア・ローマのウルトラフィルム、フランス・パリのリールフィルム、西ドイツ・ミュンヘンのシーフィルムが、合同制作、イタリア・カンパニア州ナポリ県のナポリで、ロケーション撮影を行って、 完成、同社が配給して、同年11月25日に、イタリア国内で公開、翌1967年9月27日に、フランス国内で公開された。同年、第5回モスクワ国際映画祭に出品され、銀賞を受賞した。現代は日本語大と異なり、ナポリの子がないが、聖ジェンナーロ作戦を意味し、聖ジェンナーロは、 ナポリの守護聖人であり、ヤヌアリウスの同地での名称である。日本では、フランス公開と同年の1967年に、日本ヘラルド映画が輸入し、同年10月22日、同社が配給して公開された。日本でのビデオグラムは、1991年6月21日、パックインビデオが VHS セルビデオとして発売。 DVD での発売は2010年8月現在、行われていない。ありがとうございます。